皆さんこんにちは、はるです。今日は、ドンキホーテの舞台の前日なんですが、今回は、舞台の前日どんなことをしているのかを、皆さんに紹介したいと思います。はい、それではスタート。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はトミー&島持さん T シャツです。ミントは発売されてないのでちょっと非売品ですけど、次はショペニアナのリハーサルなので頑張りたいと思います。衣装がないと思ったらここにありました。はい、今日はなんか楽屋をくれるそうなのでちょっと広部屋使わせてもらえるのかなと思います。はい、あと
と40分ぐらいしたらあのゲネが始まるので、はい、準備していきたいと思います。ゲネ前です。あと3分ぐらいしたらリハーサルが始まります。本番さながらのリハーサルなので頑張ってください。一幕と酒場が終わりました。動画撮ってたんですか。、はい、どうでした。今日はですね、まあ、ゲネなんですけど、はい、バータリーせずにもうそのままはい頑張ってバンって感じだったので、あ、なんか私のバリエーション結構あのボトルを使って、うん、あの踊ったりとかこうブレでこうくねくねしたりとかする振りがあるんですけど、うん、ちょっとそこを確認したかったと思いながら、でもまあなんとかなるかなって思って、まあ明日の本番前に多分そういうのはしっかり確認すると思うから、はい、そこは大丈夫じゃない。そうですね、多分ね、なんか久しぶりになんかここの劇場の舞台撮った気がするって思ってなんか感覚を取り戻した感じがしました。はい、はい、まあ反省するところはいっぱいあるんですけど、ね、まあ明日につなぎれるように、はい、頑張ってください。頑張ります。最後の最後に出てきます、また。はい。チュロッとまた舞台に戻ります。はい。はい、ということで、舞台本番前の一日いかがだったでしょうか。結構盛りだくさんだったんですけれども、最後までご覧いただけていたら嬉しいです。今日も最後までありがとうございました。明日の意気込みを。明日は、まあ、お客さんを楽しませれるような
メルセデスを見せるように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、はい、ということで、この動画面白かったよと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でバイバーイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムもやっていますのでフォローとチェックお願いします。それではまた次回の動画でバイバーイ。